今日は全国的に雨が降るところが多く、九州などを中心に線状降水帯の発生の恐れもあります。ではこちら、長崎県の五島市からいただいたウェザーリポートですが、雨が地面に叩きつけるような降り方だということです。また画面見ますと、風が強いこともね、わかります。横殴りの雨になるようなこともこの後ありそうです。では予想天気図です。午前9時の予想天気図ですが、日本海に低気圧があって前線が伸びています。こちらの低気圧や前線に向かって暖かい湿った空気が流れ込みやすい状況が続いています。九州や中国地方など中心に激しい雨、時には猛烈な雨が降ることもありそうです。また低気圧が近い北陸や北日本などでもだんだん雨が強まるようなところも増えそうですし、九州以外でも西日本の太平洋側、局地的に雨が強く降ることもありそうです。では現在の雨の状況です。皆さんからいただいたウェザーリポートによりますと、黄色の5というレベルの雨の報告が九州北部や中国地方などで多く見られます。また東海地方などでもね、一部5レベルの雨が届いている状況です。ではこの後の雨の予想を確認しましょう。はい、この後の雨の予想ですが、九州方面北部は午前中中心に激しい雨が降りやすい状況が続きそうです。雨はだんだん、雨雲はだんだん南へと下がっていく予想です。それ以外太平洋側の各地でもこういった黄色の雨が予想されているところがあります。この方面も大雨に警戒が必要なレベルです。そして夕方以降夜になると九州南部が雨の中心となってきそうです。九州南部エリアは今日一日断続的に雨が降りやすい状況です。この時間になりますと九州北部などは雨がほとんど止んでいる予想なんですが、雨が止んだとしても河川の増水や土砂災害などに警戒が必要な状況だと思われます。ではその土砂災害の危険度の状況を確認します。こちら今現在の土砂災害の危険度ですが、黄色が注意、赤が警戒、そして山口県の一部に紫の危険レベルのエリアがあります。このあと雨雲九州北部や中国地方にも再びかかってきますので、紫色の危険レベルのエリアが今後増えることも考えられます。この後の雨の降り方、要注意や警戒ということが言えそうですね。また河川も各地増水しているようなところがあります。支流など特に溢れやすいと思われますし、今後一旦水位が下がったとしても今後さらに水位が上がり危険な状況になることも考えられます。地元の自治体が発表する避難情報などにもしっかりと耳を傾けて対策対応を取ってください。詳しい予報はウェザーニュースのアプリでご確認ください。